こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、僕自身のちょっと違った打ち方というよりも正確な打ち方の方を学んだわけなんで、動画を見て学んだんでちょっとそっちをやってみようかなと思いますね。今まで私の場合はこういう風にね、打ち始めてたんですけども、そうではなくて、この手をね、外側外側っていう風に打つの、第一弾にこういう風にね、するのが、まあよく僕自身を打っているイメージ画像で使われてるみたいなんですね。こうですね。次がだからこう、ね、で下から入って突くで内側から外側で巻いてって感じですかね。だから最初はこうこうこうで巻いて、こういう動作らしいですね。それからむやみやたらにパシパシ早くやる必要はなくて、じっくりと正確にやることが大事だそうですね。それでいつもの叩き方なんですけども、こういってこういってこういってこう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 外側に入ってこう蹴りが入ると、足の動きができてないとこっち側に回って打ったりとか外側に出て打つっていう動きができないで、外からチェーンパンチが打てないってことになります。両手が出てて内側にいるってことはいつでも攻撃を受ける、要するに相手の懐入ってるわけですからね、圧倒的優位にならない限りはこれはダメということですね。で、あとはそうですね、もう息上がってますけどね私は別にこの英春拳をやってるわけじゃなくて、僕陣の打ち方をああでもないこうでもないってやってるわけなんですけども、英春拳のウィークポイントっていうのは下半身がちょっと動きにくいんですよね。で、通常パンチっていうのは体重移動が起きるからね、パンチが強力になるんですよね。だからワンインチパンチみたいな本当神業っていうのは、実は大地をグッと踏み込む下半身がものすごく強くないと打てないはずなんですよ。手だけで打ってるようで、手打ちをやってるようであって、実はこうやってね、この距離から打って相手が吹っ飛ぶわけですから、実は打った瞬間にこの体が、この体の全体重がね、この拳に乗ってるわけなんですよ。これを骨法でいうと通しっていうらしいんですけども、その時には実はね、こっちの足をグッと踏み込むぐらいのインパクトを両足にかけて、地球の反動でもってパンチがこう当たってるんですね。これはちょっと修行が必要です。でもワンインチパンチとかゼロ距離射撃っていうのは確実にものにできるんですよね。私はもう年なんでできませんけども、足腰をしっかりと鍛えるだけのパフォーマンスがこの体にあればね、もうできるわけなんです。だから10年20年と体を鍛えていて、出来上がった肉体でもう腰、それから膝、全身、筋力、パンチ、このタイミングが一点に集中した時に体重が乗っかって、全体重がね、85キロがこの拳1個に乗って、そこに重力加速度が横に向かうという神業なんですよね、きっとね。じゃなかったらサンドバッグが吹っ飛んでいかないし、逆に言うとですね、この距離があるパンチといえども、体重を乗らせるためにはこの腰からグッと持っていってね、打つしかないと思うんですよね。余談なんですけど、竹原さんって世界チャンピオンのガチンコ、まあファイトクラブのね、竹原 TV ってのあるんですけども、その竹原さんのシャドーボクシングって今でもむちゃくちゃ迫力あるっていうかね、あれ今でも世界チャンピオンになるんじゃないかみたいなパンチですよ。日本でロッキー5を取るとしたら竹原さんが主人公になるしかないね。このね、シャドーボクシングが すごいパンチ、あれに吹っ飛ばされたらね、もう命はないぞみたいな感じで、最近の喧嘩自慢がどんどん挑戦してきて、もう話にならなくて投げ倒されてるみたいですけども、いやすごいですね。やっぱりミドル級で世界チャンピオンになるっていうのはとてつもないことなんですね、いやということで、ちょっと今日はね、僕陣でいろいろと話してみました。ありがとうございました。